わけで改めまして、はい、成田さんの自己紹介と前田さんの自己紹介を、はい、それぞれじゃあお伝えですかね。はい、はい、お願いいたします。今日よろしくお願いします。成田康之と言います。まあ、フーリーゴシュート代表って言っていただいたんですけど、もともとお店が名古屋に3店舗とあと東京に1店舗ありまして、まあ、2005年が開業なんですけど、まあ、そういうこうちょっと個性のあるアクセサリーブランドさんとかをご紹介するショップ、セレクトショップという感じで開業しまして、で、まあ、その後それは結構カジュアルなシルバーとか真鍮とかを使ったものとか多かったんですけど、結構こう、まあ、ジュエリー寄りのものをやりたいということと、あとまあお客様の中でなんか結婚するから何か作ってくださいみたいな方がいて、そういう方って普通のウェディングのところとかは行かないんで、まあ、なぜかうちで作ることになってですね、それで2店舗目のフーリーゴシェドっていうお店を出しました。でその後名古屋駅に、名古屋高島屋っていう百貨店が入ってるんですけど、そこの4階になぜかこう出してくださいって呼ばれて、それで、あ、じゃあちょっとやってみますってやったのが2017年で、まあ、この3月で4年経っているという感じですね。であと、まあ、ちょっと名古屋もそんなにたくさんお店はいらないぞということで、東京のちょっと、まあ銀座に奥のビルっていう築90年ぐらいの古いビルがあるんですけど、そこがすごく僕は気に入ったので場所として、でそこで、まあ、去年の3月からお店をしているっていう感じになります。はい、なのでセレクトショップをやっているという感じです。そうですね、ジュエリーセレクトショップ代表ということで今日来ていただきました。飛び入りの前田さんです。飛び入りの前田と申しますポンドランプっていうブランドをやっているものです。ぐらいしか自己紹介はないですかね福岡から来ました。ということで今日は、選ばれるブランド、選ばれるセレクトショップというテーマにしたんですけど、今私たちとか同じこう作家クリエイター側は今ウェブサイト持ってて、インスタで発信ができて自分で手売りできるっていうのがほぼスタンダードになってるんで、そういった状況にこうなってきたのはここ5年とかの間で、それをそのジュエリーをセレクトする側 の、 そのショップさんの立場、あるいはそれを経営する運営する側の立場の方たちはその変化をどう見ているのか、どういう基準で選ぶように何か変わってきていることがあるのかとか、まあ、そういうことをで、逆にそのクリエイター側はどういうお店に置きたいと思うのかっていう、その、まあ、双方のあれをですねテーマにっていうことで開けたんですけれども、はいはい、そうですね、まあ、僕2005年に始めたんですけど、やっぱりお客さん、お店っていうのが僕たちの世代だとお店をやるっていうのはちょっとかっこいいっていうか、今若い方お店やるっていうとなんかリスクしかないように感じられると思うんですけどす、ね、やっぱり自分もいいお店に行っていい接客を受けて買い物が楽しかったから、それをやっぱり自分もやりたいと思ってお店を始めたんですよね。で最初やっぱり集客ってこういろいろ難しいわけですけど、例えば僕が最初始めたお店って3ブランドしか最初なくて、しかもその方々のことを誰も知らないっていう感じの状態だったので、まあ、人が全然来ないんですよね。でまあ本当に最初のオープンして1ヶ月って人が来るんですけど、それは知り合いなんですよ、僕を知ってる人で、あ、なんか始めたらしいねって言って、ちょっとマニアックな店だねみたいな感じで始めたんですけど、やっぱりその1ヶ月が終わるともう誰も来なくなるんですね。で、まあ、そこからそうですね、2012年ぐらいかな、 Facebook は2010年ぐらいだと思うんですけど、まあそのインスタグラムがちょっとこう、まあ、人気が出てくるみたいな、まあ、ちょっと間をはしょりますけど、そのインスタグラムが出てきて、まあ、それで集客がすごくできるようになって、でただまあその後やっぱりそのプラットフォームとしてそのインスタグラムが広がったので、まあ、みんな同じことをやるようになるわけですよね。で実際その萌美さんみたいに実際にご自身も綺麗な写真を撮れる人もいるし、あとそのしかも自分で作っていらっしゃるわけなんで、まあ、実際自分でこういうふうに直接ね販売するっていうのもすごくこう効果があったりとか、まあ、自分の思ったようにできますよね、こういうところで。そうですね、はい、ただまあ僕たちみたいなお店っていうのはセレクトショップなんで、まあ、商品を預かってそれを、まあ、
僕たちの持っているお客様にその顧客さんにこうご紹介するっていうことになるんですけど、だからまあ最初はこうお店に行かないとそのブランドに会えなかったんだけれども、最近はお店に行かなくてもやっぱり それぞれギャラリーだったりとかそういうところを百貨店の中でも見ることができるようになったんで、まあ、相対的にその力関係ってやっぱ変わってきていて、そうですよね。でまあこれはインターネットで絶対起こる現象だと思うんですけど、もうイーブンなんですよね、うん、だから同じ発信をツイッターで、まあ、してる人がいて、でも自分もツイートできるわけじゃないですか。だからイーブンになってるから、やっぱりお付き合いの仕方っていうのがすごく、まあ、大事かなっていうところがあって、だから、まあ、それで今日はちょっとそういう僕がブランさんをこう成功する時の基準とか、まあ、そういうのが話ができたらいいかなって思っています。そうですね、はい、なんか今あれですよね、そのどこどこ誰々さんのブランドはどこどこのセレクトが扱っているとか、誰々が持っているとか、そういうところまで全部あのフラットに透明に見えるじゃないですか、はい、だからどこに行かなきゃ買えないとかじゃなくて、どこにもどこにもあるし、それはすごく難しくなっているのではないのかなと思うんですけど、どうですか？まさにそうです。うちの場合はお店を頼らずに一人の人を探すっていうスタイルで売っていってるので、今ボンドランプで売ってるものってたまたま皆さんの目に触れてるだけで、基本的に僕海外でしか活動してなくて、海外の活動はもう作り込んだものをたった一人の人を探すために世界中のネットワークを使って、これどうですか、俺はいいと思うけどっていうニッチな人を探して、その人にだけ届けようと思って作ってるんですよね。なのでお店さんの在り方とか、今ちょっとシフトウェイトをちょっと日本にも置いてきてるので、そこで自分にできないことを表現してくれるのがその販売店さんのところだと思うし、自分が作り出した子をどういう風に見せてくれるのか、自分が見せたいのも大事だけど、他人からの評価ってすごく大事だと思うんですよ。なんで他人からどう見えるのかで、自分以外の人が見たフィルターを通して広がる世界ってどういうものだろうって見たいから、販売店さんっていうものの存在価値があるんだろうなってすごく思います。それはね、やっぱ扱っていただいてからは見えてくる世界なんですよね、うん、それはやっぱり扱ってもらう前は見えなくってっていうのはすごいあります。だから私もフーリゴシュードさんに扱っていただくように なると、なんかそのさっき言ってたその力関係じゃないけど、それはなんか扱っていただくとか、あるいは嫌な言い方するとなんかちょっと何パーセントか搾取されるみたいなことではなくて、どちらかっていうとパートナーみたいな、一緒に売っていくパートナーみたいな、だから一緒にできることがあれば一緒にやりましょうっていうスタンスになるんですけど、多分扱ってもらう前とか、それこそ本当に学生さんたちとかはそこの考えまでにはまだ至る前の段階の悩みとかおそらくいっぱいあって、そういう方たちになんか、あ、そういう方たちですか？そういう方たちにはどうですか？そうですね、でもそのまあ未来の、はい、今はね、もあれだけど、まあもともとそのジュエリーって結構、まあ、さっきからこの打ち合わせの時にスモールビジネスって言葉がすごい出てたんですけど、まあ、本当はその、まあ、個人商店みたいな状態っていうのがもともと日本ってそういう風に、いわゆる産業種っていうんですけど、メガネと時計とそれからジュエリーっていうのがあったんで、まあ、それぐらいで考えた方がいいかなと。そこからドンっていく可能性もありますけど、まあ、でもそれはその、うん、狙ってできるものではないかなっていう気もするので。どういう意味ですか？狙ってそのドーンと、ね、国際的なブランドになるとか。あ、そうそう、だからスモールビジネスでまず頑張るぞっていう気持ちを持ってやってもらえるといいのかなって思ってます。僕もスモールビジネスだと思って、 We are スモールビジネスですからね。そうそう、そのなんか先に成田さんのブログを読んでちょっと予習したんですけど、去年の2020年1月の明けましておめでとうございますのご挨拶のブログで、そうでしたっけ、そうそうそう、トレンドのこと書いてあって、でも私つい最近もコロナになってからのファッションウィークがどう変わったかっていうのを YouTube で見てたんですけど、もうトレンドがない、なくなったというか、なくなりつつだっていうか、その広告業界が発信して作り上げていたトレンドというものが
こうスモールビジネスとスモールの発信ばっかりになってきてるので、大きなトレンドとか大きな流れがないよってなって、そうすると大手ってすごい難しいじゃないですか、仕事の仕方が。今までそのトレンドに乗っけて商品作ればよかったのが、それがその顧客のニーズがあまりにもばらけてて難しいから、どうしても小さく絞らなきゃいけないみたいな、だからそういうところですよね、スモールビジネスに戻るっていうか、うんうん、そうですね、うん、ちょうどいい大きさっていうのがそれぞれの業種とかにあるはずなんで、そういうのをまあね、こう拡大していったわけですよね、こう経済バーッと。そうですね、だけどそこをちょっと自分の一番いい大きさっていうのを考えて、そうです、スモールっていうか、なんかジャストフィットなビジネスを考えて、うんうん、そうですね、スモールっていうとなんか悪い印象なんです、うん、そうじゃないんですよ、はい、ジャストフィットビジネス、ジャストフィットビジネス新しい言葉が生まれましたね、まあ、本当そう、顔が見える方に全てお届けできるようになったじゃないですか、こういう時代だからこそ、うん、今までって代理店を通すと顔が見えない方がいて、ある時すれ違って、ああ自分作ったやつっていうので変な出会いがあったけど、うん、今は本当に誰に顔が分かってどういう使い方されてるのか、ああ そ, うです、ね、そっきが見えるから、自分たちもその先をどういう風にクリエイトしてあげるのか、そうです、ね、がすごくその作家が作るものと、あの職人さんが作るものってあの根本的に違うのは、作家のゴールはここなんですよね、僕たちのゴールってあの、うん、こうじゃないですか、ここから見たその先で、いやこれを作るからこの先が見えるんだよって、その枠の照準だけ合わせるものを作ってあげるのが僕たちの仕事なんで、それが明確に自分たちが届けたいところに届けたいのができるのかなっていうのをすごい今感じてるんです。じゃあいいこと言いましたね、これ私も使いたいわ。あ、マジですか。そこから見える。私なんか自分で石の仕入れとかをして、でインタビューとか受けると、あのなんかブランドポリシーとか聞かれるじゃん、コンセプトとか。で石を通して世界を見るって言ってて、要はなんか石の仕入れをしてるといろいろな国に行くし、なんか文化とか環境とか、その全然その宝石になってなんか何十万とってデパートのショーケースに並んでいるのとは、それこそ英子さんがねもう言ってらっしゃるけど、スリランカの鉱山に行って、あのおじちゃんたちが腰巻き1枚でこんなことをしているのを見て、その宝石がこう愛おしく思わないわけはないっていうか、そういうところはすごいあるなと、そうそう思うんですよね。僕それほぼ受け売りみたいなのがあって、初めてアメリカに出た時に、まあ、たまたま僕ある人のペンダントをつけてたんですよ。で空港で捕まって、でその、まあ、女性なんですけど、その人が私が作ったのってずっとしゃべり続けて飛行機乗り遅れたんですよ。だからうち来いよって言われて、その行ったら、まあ多分皆さんもご存知のジュエリーデザイナーさん でそこからまた連れて行かれたところに有名な画家さんがいて、あの州知事になられた方がいて、でそこからちょっと多分皆さんが知ってるシルバーのブランドの方を呼ぶかって言って呼ばれて、あのなんか酔っ払ってるのか多分気持ちいい人が知ってるのか分かんないけど、そういう状態の方が来て、その人が言ったのが、あの僕たちはあの世界広げれば無限の世界をここで作ってるって言ってて、あの英語もさ完璧に分かんなかったけど僕にはそう伝わって、それをこうずっと作っていくと、僕は作家なので僕の世界ってこの 4.5 センチ四方ぐらいしかないんですよ。でもこっからそのここで生まれたものを世界に届けることができるんですよね。あ、ここで作ってるところね。ただもうただ4.5センチの ここしかないのに、うん、これが世界中に飛んでいってくれて、で自分がその中で石の奥を見て世界を見てるものをあの無限に広げて、でそれを世界中に届けることができると思って、あなんかそういう出会いがあったから、自分も今やっとこの年になって20数年やって、あこのことなんだっていう。ああなるほど、世界を広げた。そう、あの時聞いたあれは、そう、無限の世界を広げるのは自分の心だけなんだよっていう。ああなるほど、でも
なんかその日本にって限ったことじゃないけど、やっぱりそのさっき言った作家と職人さんの違いで、自分で作ってても発信の部分が非常に、苦手な人とかが多いじゃないですか。まあ、クラブハウスとか話を聞いてても話下手だなっていう人とかもやっぱりいるわけじゃないですか。でも作品すごいいいみたいな、作品だけが語ってるみたいな。でもこれからもっと上手くなったりするんだろうけど、結局そのスモールじゃなくて、ジャストフィットビジネスが点々としているけど今つながっていないみたいな。でオンラインで配信みんなしてても結構前田さんも言ったけど、お互い謙遜しちゃって、そうそうです、ね、ちょっと遠慮しちゃって、はい、そういうのあるじゃないですか。そうだから今日はあのフーリコさんが扱っているブランドさんとかをお声掛けしたりとかしたんですけど、その辺とかもどうですか。まあ、やっぱりセレクトショップって考えると、その今 の, その単体のブランドのオンリーショップじゃないので、バランスよくこう来た方が楽しんで、体験として楽しんでもらえるようにっていうのがあるので、そうするとこのある程度こうカテゴリーが自分の中でありますけど、こういうカテゴリーの方はこういう感じでっていう感じでそのセレクトしていって、あんまりその特定のその例えば石だったら石をやってる方を全部やるとか、それこれは僕のバランス感覚ですけど、まあ、じゃあ今石を売れてるから石やればいいじゃんみたいな感じにはやっぱりならないですね。まあ、僕ジュエリーのセレクトショップやってますけど、そんなにそういう店ってないんですよ。そうですね。2010年に僕たち、あ、2005年始めたんですけど、ジュエリーのセレクトショップとして始まったのは2010年で、あのそこからなんかそういうお店増えるかなと思ったら増えないんですよね。本当はね、一つの県に一つぐらいそういうとこあってジュエリーセレクトショップおかしくないと思うんですけど、47本増えないんですよね。はい、だからそのもうちょっと広げたいなっていうのが、まあ、正直なだから繋げても、その名古屋、僕たちは名古屋っていう、みんなが名古屋ってどんな感じなんだろうよく分かんないなっていう時に、あ、名古屋こういう感じでお店がいくつかあるんで、あのあなたのブランドはここがいいんじゃないですかとか、こういうふうに僕たち役に立てるんじゃないですかって言ってお取り扱いさせてもらうっていうことが基本なので、はい、福岡に福岡ジュエリー、そうですよ、ね、あ、でも福岡は結構集まったりとかするんで、ね、そうですよね、多いイメージがある。なんか勉強会とかやったりとかするんですよ。あの東京の方から講師を招いて、で今ちょっとその中心になられた方が昨年亡くなって途絶えてるんですけど、ちょっとそれを継承してやろうかなって言って、もう、こう出張戻ったらそれを行くんですけど、まさにその話をしてる。勉強会で何をするんですか。例えば真珠のこととか。あ、本当にそういう、もう本当にそういう勉強会。だから石のこともちゃんと、中方形の人を呼んでグレーティングを全部でやっていったりとか。あ、それはいいですね、一人でやるより。でそれでちゃんとそのことをお客様にフィードバックして、お客様自体の質を上げていく。ああ、それは結構思いますね。お客様の質をっていう言い方をするとちょっとあれなんですけど、そう、でもなんか私もなんか自分のそのいろいろ説明とかするときに、そのお客様の質を上げるっていうよりはお客様と一緒に成長するみたいな。だから結構その石の何々についてとかそういうのを、前田さんもこの間地金の話とかしてたけど、その知識という面では発信できることがあるから知ってもらってっていうのはありますよね。やっぱりそのちゃんと分かって買うと次の買い物がやっぱり質が上がるじゃないですか。そう、楽しくなるので。そうですね、それはそれが仕事ですね。そうですね。まあ、僕もそういうジュエリーの勉強会とか、やっぱその歴史とかそういうのもすごく興味があるので、まあ、自分なりには勉強していっているんですけど、だからまあ僕と会った人はなんかやけに歴史の話をされたりするなとかっていうのはあるかもしれませんね。ジュエリーは歴史を知らないとジュエリーにならないので。そうですね、まあ、カルチャーとしてね、日本にはもともとある程度ちょっと途切れていた文化だったりするので、ジュエリーやっぱファッションとかアパレルに比べて、何が足りない、少ないでしたっけ。あれ何でしたっけ、ちょっと僕さっき新陳代謝が少ない。ジュエリー業界は
そのトレンドもあまりないから、うんうん、あの新陳代謝がどうしても少ないと。ファッションは激しいですか？そうですね、ファッションはね、基本的には四半期だったりとか、うんうん、まあ、気候によって全然場所によってもだから、そうですね、だからそのデザインをなんかロングライフじゃないんですけど、うんうん、そういうものを、まあ、僕は売りたいなと思ってるんですよ。その今のトレンドっていうのも大事なんですけど、やっぱり結構そのこれそのサステナブルとか、 なんかすごいエシカルとかにもちょっと関連してくるんですけど、やっぱなんか買い物で結構大事なのってそのものを大事に使うかどうかだけだと思うんですよね。僕はだって石掘って地球にいいわけないんですよ。で金だって掘っていいわけないし、人間が住んでるっていうこと自体が地球にとってダメージを与えてそうですね、間違いない、もうぶっちゃけそうなんで、だからなんか物を選ぶときにエシカルとかってできるだけ倫理的にしようってことじゃないですか。今の生活を掘り出してじゃあ山に入って生活するってことではないから、なんかそのそれを選ぶときにそのこれをずっと15年10年死ぬまでつけたいなって、死ぬまでのことはちょっと思えないかもしれないですけど、少なくとも10年はつけたいなって思うものを買ってほしいっていうので、だからデザイナーさんにも、まあ、その言わないですけどそういうような目で見ます。ああ、そこがその選ばれる、はい、選ばれる側だから、うん、そこはどういうふうに考えるのかなと思って。だからその後はその作家っていう形で僕らは紹介するんで、その人に辞めてほしくないんですよ、基本的に、うん、もちろんそのいろんな事情で続けられないとか、もちろん寿命とか病気とかもあるんで無理ではないと思うんですけど、やっぱりやるならやっぱり続けてほしいし、もしお客さんがこれが修理したいですと思ってきてくれた時に、まあ、できればその方に直してほしいっていうのがあって、まあ、それぐらい真面目にやってるかっていうのを見ているという。あ、真面目にやってるか、ドキッとした、はい、そうですね。僕もね、休業してたことがある職業病が悪化して指がこう悩まって、はい、もう腫れちゃって、もう自分が思う程度で職業でやるには辛かったんですよ。数を作って作品送り出すの、なんでも既存のお客様だけで、でもうこれもニッチな仕事なんですけど、もう1個作って本当に月1個しか作らずに作って買っていただくかと、とりあえず探したりとか、うちの場合はウェイティングって言ってもう待ってる方がいらっしゃるので、もう出して買っていただくっていうのだけ細々とずっと技術だけは落ちないようにだけ作ってて、で別の仕事もやっぱ暇になるので作ってないから、別の仕事をして、でもそこから得たものもたくさんあって、やっぱ一回寄り道するのも大事だし、続けたいけど休む勇気もすごく大事だなって自分は思いました。やっぱりダイヤ止める職人さんはダイヤ焼けがあって、うーん、強い人とか、はいはい、ね、あダイヤ焼けってのがあるんですか、ね、そうなんですよ、職業病でダイヤ焼けってのがあって、そういうのだったり、僕みたいな指の問題だったり関節やる方もいらっしゃるので、やっぱりそのそこら辺も続けたいけど続けない。そうですね、私が頼んでる人ってなんか今年去年も2回ぐらい神経ブロック注射を打ってますね、うん、やっぱ体にバタバタとかだとね、体壊しちゃいますもんね、うん、そうですね、職人さんがね、やっぱりあの職人さんの職人としての寿命っていうのもね、もちろんありますし、体を削って仕事してるんで、うん、だからまあその販売店とかブランドばっかりが取るっていう風じゃなくて、やっぱり工賃を上げたいと思って頑張ってる人もそうですね、でいますし、注文が入らないとね、その仕事がないわけなので、そういうのは、ね、産業全体でいうとやっぱり小さい市場なんだけど頑張りたいなっていう感じ。産業全体でいうとどういうなんかイメージですか？そのやっぱ私の相手もその職人さんの工賃の問題がもう10年20年ずっと変わってないよとか、あのどんどん辞めちゃってあの歯科技工士になっちゃってるよとか、 いろいろ聞くんですけど、だったら海外出ればいいじゃん。出れないんだよみんな。僕逆に向こうから戻ってきてるから、工賃の低さにすごいびっくりするんですよ。で、それに対してプライドを持っていくらですって言えないし、ちょっとこの間あのラジオでも話してたデザイン、一番分かりやすいじゃないですか。本当にヨーロッパの方とかは日本のその広告とかを見て、佐藤柏とかだったらいいんですけど、
そう、普通のチラシみたいなとかひどすぎるってヨーロッパ帰るとみんな言いますね。日本はここの美意識、あんなに伝統工芸とか京都の何々金閣寺とか美しいものはこんなにあるのに、ここ現代のその広告の弊害はひどすぎるって言いますね。なんか僕それがちょっと話変わるけど、それがあって僕はね、色石を扱おうと思ったんですよ。あ、そうです。え、なんで？もう十何年前にもう色石だけで勝負しようって思ったのがそれで。どうして？今って社会がグレー、グレー来てる人が説得力ないけど、そうそうそう、だって世界で一番色がある国って日本じゃないですか。確かに四季だしね、うん、でその国の人間が一番グレーじゃない、世界中で。いや、もう本当私いつも海外に帰ってきた後に成田空港からの帰り、ドヨンってしませんか？なんだここの、このなんかあの千葉から東京に帰るこのなんか家も全部同じ色だし、なんか暗いなーみたいな、一気にテンションがドーンって落ちるみたいな。そこにちょっと花を刺すというか、花を咲かすために色石って大事だなと思って、色石だけでやろうって言って、その当時すっごいバカにされたんですよ。あ、本当に。そうなんだ。上の階のジュエリーの展示の作家として動いてたので、いや、ダイヤ使わないのみたいな、絶対扱わねえってもうやっぱりその販売店からボロクソに言われて。それいつですか？何年前ですか？僕日本のショーに出たのが28がデビューで、それからホテルサイトが出してたので、その当時で。じゃあもう先見の目ですね。いいえ、それより先行ってた人がいたんで、あ、そうなん、あ、この人すごいなって思って、でもそこを追っかけたいって思って。うん、なるほど。そこがあるんですね。でもね、こう色石ブームってすごい言ってるけど、ブームなのかっていうか、だって色石、ダイヤと色石しかないじゃないかっていうそのな呼び方で言ったらね、すごい大きな括りだなと思って。そうそう、大きい括りです。そうそう、そこでも細分化するんじゃないかと思うけど、うん、ね、そうか、そういうことがある。そう、そう、それがあって。なんかジュエリー業界、私あんまりジュエリー業界に足を突っ込まないようにしようと思ってるんですよ。って聞いてる人がいたらあれだけど。うん、そうそう、あんまりそのなるべくちょっと距離を取った方が、多分あんまりいろんな関係ができてしまうと結局縛りが多くなると思うんで、私は結構アウトローな感じでいこうかなと思ってるんですけど。いや、それはいい。なんで僕も一回知らずに否定するのはダメだと思って、うん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 、誰チームの中に誰かがっつり入ったことがあるやつがいると、あ、確かにここはやめた方がいい。私はこのぐらいです僕どっぷり入って今抜けてるところなんで。あ、そう、なんか結構なんかこれから先そんなそのアパレルみたいに動きは多くなくても結構変わるんじゃないかなと思うんですけど。全然変わってきて、今そのファッションジュエリーって呼ばれてる自分たちが作ってるものが、うんうん、今世間一般からするとジュエリーの主流になってるので、 そうですね、その今新しく市場が出来上がってる時に自分たちが今より何を残していくための活動をしなきゃいけないので、その今陰で動いてるのがそうなので、つなげていきたいなって、自分たちがより笑っていけて、ね、うん、買う方がもっともっと楽しくなる業界になればいいなって。なんかセレクトショップだけで一応ジュエリー業界じゃないですか。なんか大きく、そう、大きく分けるとどうですか、これからのジュエリー業界みたいな。うん、僕もなんか不安にさせるとちょっとあれですけど、要はそのジュエリー その日本での市場規模ってのはやっぱり少なくなってきているんですけど、うん、でやっぱ大手も売れなくなってきてるから、その例えばじゃ あもちろんその前田さんやってらっしゃるようなそのファインジュエリーっていうものじゃなくてライトジュエリーとかでもコロナでかなりこう売り上げも落ちているし、もう多分あんまりもうやることがないんだと思うんですよね、うんうん、だけどみんな結構それしか知らないっていうか、あの一般の方がそれしか知らない状況になっていたのが、もっとこう個人でやってる方とかのものに目が行く方向にはなるから、うんうん、全体の規模がすごく広がるかどうかちょっと分かんないですけど、そっちにまあ実際に流れてきてると思うし、そうザ・ジュエリー業界の見えないところで、ね、他の、うん、ジャストフィットがいっぱい。そうですね、まあ、あとはその元々のジュエリーって例えば
そのそういうパーティーとかに着ていくとか、もともとは貴族がセレモニーの時に着るみたいとかっていうものなんだけども、うん、その普段使えるものっていうふうにやっぱりなってきてるから、うん、そのお洋服もなんかこうすごくおしゃれな一部のこういうところでしか着れないような服っていうのは、まあ、ちょっと難しくて、どんどんカジュアルになっていってるんで、鴨居さんのもやっぱり普段着でね、着れるような感じだから、ね、普段にもうちょっとそういうのを取り入れようっていうような、ちょっとこう波は起こるかなっていうのは、そう思いますし、うん、なんか去年僕がその横浜でちょっと採用してた時に、まあ、これ僕もちょっとデザインしてるジュエリーがあって、それを20万ぐらいだったんですけど、あ、これいいねって言ってすごい買ってくれたんですよ。なんか来店5分ぐらいで買ってくれて、そういうことあると思ったら、で、私あんまりジュエリー買わないんだけど、すごくいいと思ったからって言って、でその方はなんかイギリスに結構長く住まれていて、まあ、どうしても百貨店とかで、はい、こういうそういうものってイベントで見てもらうっていう感じなんですけど、その、まあ、ロンドンだとなんかそういう個人がやってるようなお店とかがあって、そういうところで買ってたから行って、でもうちょっと向こうでやるなら大きいのに北極した方がいいよとかって言われたんですけど、ボリュームも、ね、それはありますね。日本人の女性は繊細なものが、そうですね、逆に向こうで探すのすごい大変なんですよね、繊細なものをそれは逆があります。そうですね、好みがやっぱりちょっと違う。だからそういうお店、まあ、僕たちのお店ってそういうお店なんで、そうですね、ちょっといけるんじゃないか、頑張れるんじゃないかと思っていますけどね、頑張りたいなと思ってますよね。なんか私は思うのは、なんかもう寿命も伸びてるじゃないですか。なんなら不老不死がもういけるって言われてるじゃないですか。そうするとなんか結婚指輪の概念とか、結婚25周年に何々とか言って、あと何年あるんだよって感じじゃないですか。で、なんか結構100年続くジュエリーとか一生もののジュエリーとかって言うけど、それが大体いつまでなんだよっていうか、やっぱその私の昨日来てくださった方とかも、もう結婚指輪入らないからつけてないとか、うん、前田さんもほらなんだっけ、毎年プロポーズ、そうで、うちは 毎回新婚旅行なんですけど、だからその結婚指輪だって、その20歳の時に結婚したものが60、70になった時趣味が合うかって言ったら、本当に感度のいいおしゃれにとったら全然趣味変わってるはずだし、サイズ感とかその幅とかもね変わってるはずだし、そのなんかジュエリー業界が作った何婚式みたいなのとかも、全然その20代の時に結婚するっていうこととかが、別に20代30代ぐらい結婚適齢期みたいなのもなくなるかもしれないし、そうするともうブライダルジュエリーって何みたいな、そこでこう新しい概念をこうね、なんか打ち出してるたりとか、そういうこともすごい変わるなと思うし、なんかテクノロジー的にも今 CAD って割と専門的に使わないんだけど、多分アプリでも普通に誰でも好きなジュエリーとかデザインできて、そうするとデリバリーで鋳造から仕上げまでやってくれるようなサービスができてとかなると、本当になんか私たちの立場は何をすればいいのかぐらいな、そういう風にすごい変わると思うんですよね。だからそれどう思いますか。僕ですか、うん、なので手作りでしか作れないものをデザインするように変えていって、あえてコンビのものしか作らない。コンビは絶対人の手が加わらないといけないし、あとはファッション的にコンビのものってゴールドしかつけない人でもアジャストできるし、シルバーしかつけない人もアジャストできるって、時計の色も問わないし、服の色も問わないです、コンビだと。なのでそこを攻めていくっていうふうに。もういいんですか、そんな企業秘密をみんなに攻めちゃって。作ってるのも全部レシピとか動画で出してる人なんで、あ何人の間を重ねて作ってますか、全部出してます。やっぱ結局そこにね、なんか結論行き着くんですよ、うん、そうなんです、結論そこに行き着きます。だからなんか選ばれるセレクトショップっていうことを考えると、はいはい、そこを汲み取っていかに自分たちが拡散できない方たちにまで直接直に説明して良さを伝えてくれるかっていう。だから私は林さんにも言ったけど、その店頭を手伝うとかも、店頭に立ってセレクトショップでやってくださっている店頭に立つっていうのも、まずは
そのスタッフさんとかはただ成田さんに私のジュエリーを好きになってもらうがファーストなんですよね。お客さんに売りたいファーストじゃなくて、売り上げ作ってくださいファーストじゃなくて、そこを作ることがファーストだという感じなんです。そうですね。だからまあ結構要するにそのジュエリー自体は成長産業みたいな感じじゃないので、うん、なんかそこを戦っている同志だと僕は思っているし、まあ、同じね、なんかあっち、まあ、何と戦ってるわけじゃないんですよ。あ、そう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 。隣でブログ読んだら、成田さん何と戦ってるんだそれはね、はい、見えないものと戦ってるんだ。見えない、そうです。葛藤と戦ってるのかもしれない。そうそう。でも一緒の方向は見れないといけないっていうか。そうですね。うん、そうですね、すごい基本的な話ですけどね。なんか手を動かしたくて仕方ない人っていうわけですよ。そういう人のはその人なりのこう考えがそこに手を宿っているから、それを見た時にめちゃくちゃこれを紹介したいって思うから、出してフィードバックをもらって、それを取り入れてアップデートさせていける人と、ずっと完璧を求めてフィードバックをもらえない人って全然違うんですよ。チャンスってみんな平等にあるものなんで、それに掴むための準備をきちんとしておくこと、宝石って地球の唯一のかけらを身につけれることだと思うんですよね。自分イコールみたいな人のものを取り扱いたいと思う。ああ、それじゃあ最終的に答えが出たら出ますかね、はい、